はい、格闘オタクニュースゾウの雑白です。今回は朝倉未来を絶対に倒せるフェザー級3人についてです。ライジン33大晦日では朝倉未来 vs 斎藤豊において完勝したのが我らの朝倉のみっくんです。何度も紹介していますが、ここまで朝倉のみっくんはコナーマクレガー丸パクリの右利きサウスポーカウンターファイタースタイルのアナーミクレガーでした。しかし斎藤豊戦ではアナーミクレガースタイルを捨てました。なぜかというと、斎藤豊選手は打撃を散らしテイクダウン持っていき判定勝ちするスタイルだからです。ということは、テイクダウンさえされなければ朝倉のみっくんの勝率は爆上がりです。ですので今回は UFC 王者タイロン・ウッドリースタイル、徹底的に防御で右ストレート一発でのニアフィニッシュを狙うスタイル、アサロン・ミックリーに変えました。ただアサロン・ミックリーにも弱点があります。それはカウンターファイター対策である自分から手を出さずカウンターにカウンターを合わせるスタイル、もしくはタッチキックボクシング、タッチテイクダウンでのポイントゲームです。斎藤豊選手は重々分かっていましたが、今回はショートノーティスであったことで作戦プランを ABCDE などたくさん身につけることはできなく、しかも怪我の影響で練習量が減ったのでそれが叶いませんでした。ここでフェザー級選手でアサロン・ミックリーに勝てる選手を紹介していきます。ただ外国人選手も入れてしまうとかなりの量になってしまうので、国内選手に限定させていただきます。タイロン・ウッドリー選手は UFC 王者でレスリングエリートから格闘技を始めました。そして自分のフィジカルを生かしテイクダウンを徹底して切り、自分から攻撃せずに右ストレート一発でニアフィニッシュに持ち込み判定勝ちするスタイルです。正直かなり消極的なスタイルの判定勝ち重視のファイターだったので人気があったわけではありません。しかし盤石なスタイルで強さを発揮しました。そのタイロン・ウッドリーを倒したのがカマル・ウスマン選手とギルバート・バーンズ選手です。カマル・ウスマン選手はタイロン・ウッドリー選手と同じくレスリング激強です。ただ手足の長いタイプです。タイロン・ウッドリー選手は175センチとウェルター級ではかなり背が低くフィジカルモンスターです。カマル・ウスマン選手は手足の長いタイプです。そしてこの試合はカマル・ウスマン選手が終始プレッシャーをかけテイクダウンを取り判定勝ちしました。いわゆるテイクダウンディフェンスの強いレスリングファイター同士の試合なのですが、カマル・ウスマン選手は手足が長く終始打撃のリーチが勝るので圧力をかけることができます。そしてテイクダウンディフェンス、レスリング力が強い同士ですが、圧力をかけられている分タイロン・ウッドリー選手は後退してしまい判定で負けてしまいました。アサロン・ミックリーに勝つのはアサロン・ミックリーより手足が長くテイクダウン能力が高い選手です。この選手は誰かというと、まだまだ戦績は浅いですが、つい最近牛久選手に負けました神田浩也選手です。ただこの試合も判定で負けましたが、実際冷静に見てみると神田浩也選手が勝ったと言ってもいいラウンドもありました。ただ挑戦者として積極性が少なかったので判定負けしましたが、可能性を見せる試合でした。神田浩也選手もレスリングエリートで180センチで手足が非常に長い選手です。アサロン・ミックリーは177センチで手足はそこまで短くない、いわゆるタコさんウインナー体型です。タイロットリ対カマルウスマンと同じような構図となります。タコさんウインナー対ストリートファイターのダルシムみたいなものです。テイクダウン能力が高くレス軍力があるので、アサロン・ミックリーにはタッチボクシング、タッチテイクダウンで手足の長いところからプレッシャーだけかけ、あまり攻撃がせずに機会を見てテイクダウンし塩漬けします。次に2人目です。2人目はギルバント・バーンズ。こちらはタイロン・ウッドリーと同じく身長は高くないのですが、強靭な肉体から打撃をぶん回すブラジリアン柔術黒帯の寝技激強ファイターです。いわゆるブラジリアン MMA ファイターの典型的なタイプです。打撃が強く寝技が激強な選手です。こちら日本人に当てはめてみるとマジマー選手です。いわゆるマジマー選手もテイクダウンを取り、そこから柔術で決める選手です。少しタイプは違うのですが、柔術激強で突進型ファイターということで真島選手が上がります。そしてもう一人いるのが金原正則選手です。金原正則選手はキックボクシングでノックダウン出るなど打撃もできるのですが、実は柔術が強いファイターです。しかもスイッチもできる、攻撃の幅が非常に広い選手ですので、朝倉のみっくんがアナーミクレガータイプで来ても朝のみっくりタイプで来ても対応できる選手です。ただ38歳と少しフィジカルや反応が落ちている上にバンタム級の選手でしたので、フェザーでは少し力負けする可能性はありますが、かなりいい戦いをするのではないでしょうか。長くなりましたので以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければ毎朝7時、日本一早い格闘ニュースをご覧ください。それではさよなら。